おはようございます、タクトさん。おはようございます。お、噂の色男が来たね。ラファさんなら後から来ると思いますわ。ええ、どうぞ。私たちちょうどタクトさんにお聞きしたいことがありましたし。タクトさんってラファとは付き合ってるんですか？お二人は舞踏会でもいい雰囲気でしたし、最近のランファさんを見ていたら誰だってそう思いますわ。で、本当のところはどうなんだい？正直に吐いちまいなよ、え？どうしたのよ、タクト。はっきり言っちゃってよ。あ、ランファ、おはよう。私とタクトは交換日記をする仲じゃないの。はっきり付き合ってるって言ってあげてよねえ、タクト。おお、重大告白。うわあ、二人はラブラブだったんですね。ラブラブ。それにしても今時交換日記とは随分古風ですわね。電子メールなんかじゃ味気ないでしょ。直にペンで文章を書いて思いを伝え合うのがロマンチックなんじゃない。なるほど、確かに恋人たちには夢とロマンが必要ですもんね。なんだいタクト、はっきりしないね。付き合ってるんだろ、交換日記をする仲なんだろ。いい加減認めなよ。いいな、私も交換日記やってみたい。ねえタクト、日記は持ってきてくれた？今日は私の番だからちょうだい。今日もタクトへの思いをいっぱい書きたいの。それにタクトの返事もすごく楽しみ。さ、日記を見せて。そんな、どうして？ひどい。私、タクトの返事を楽しみにしてたのに。まあまあランファ、タクトも反省してるみたいだし、一度くらい多めに見てやりなよ。そうよ、タクトさんだっていろいろと忙しいんだし。タクトさんの顔色、目の充血、かなりの疲労が認められます。結局私の一人相撲だったってわけ。タクト、本気じゃなかったんだ。だからみんなの前ではっきり言わないのね。タクトは私のことなんてどうでもいいんでしょ。それなのに私ったら一人で早とちりしてはしゃいじゃって、ほんとバカみたい。笑っちゃうわよね。だったらどうして昨日始めたばかりの交換日記の返事を書いてくれないのよ。大体タクトはいつだってそうなのよ。
誰にでも優しくして、そのくせ肝心なことは何にも言ってくれない。本当は私のことなんて何とも思っていないのよ。聞きたくない。本当に優しくしないでよ。誤解させるようなこと言わないで。タクトのバカ大嫌い。何やってるんですか、タクトさん。早く追いかけてください。絵じゃないよ。本当にランファのことを思ってるにしても、ちゃんと言わなきゃ伝わらないだろ。それとも、やっぱりランファさんの誤解ですの？それは構わんが、何があったんだ？わかった。お前にしか解決できないことなんだな。だったらブリッジは心配するな。お前は、お前のやるべきことを果たせ。ランファ、出てきませんね。とショックだったようですわね。インターホンは通じてるみたいだけどね。あの子もあれで結構脆いところがあるから。宇宙の岩戸。洞窟に閉じこもってしまった神をみんなで力を合わせて外に出すという宇宙神話があります。私も聞いたことがあるよ。確かに状況はよく似てるね。ということは、神話と同じようなことをすればランファさんが出てきてくれるかもしれませんわね。それで神話ではどうやって外に出したの？みんなで歌ったり踊ったりして騒いでいると、神がそれにつられて顔を出したそうです。そこをぐいっと引っ張り出したわけですわね。タクトさん、いかがなさいます？そりゃそうだ。だけどきっとランファだって同じだろうね。わかりました。では。踊っています。そうですか。ランファさん、出ていらっしゃいませんわね。まあ、さもありなんというか。いいんだけど、なんか心配だね。お待たせしました。このケーキを使えばもうバッチリです。今日のお
おやつにしようと思って夕べのうちに下ごしらえしていたものなんです。とっても美味しいですよ。食べ物で誘い出そうってわけかい？でもそううまくいくかね。まあ見ててください。これならランバも絶対に食べたくなるはずです。ランバ、ミルフィーユ特製ケーキだよ。とっても美味しいよ。早く来ないとなくなっちゃうよ。そうね、どうせ私の料理はあんたと違ってまずいわよ。もうほっといてちょうだい。失敗です。どうも逆効果になったみたいですわね。どうするんだい、タクト。それでいい。男なら惚れた女の面倒は自分で最後まで見るんだね。お願いします、タクトさん。相変わらずです。全く出てこようとしません。ランファさんはなぜ怒っているのですか？どちらにも非があるとは思えませんが。いろいろと難しいお年頃なのですわ。ランファさんもタクトさんも。フォルテさん、ランファ出てくると思いますか？あとは本人同士の問題だよ。私たちは黙って見ているしかないさ。そんなに怒鳴らなくたって聞こえてるわよ。だから何よ、どうせ返事なんて書く気もないんでしょ。それがどうしたっていうのよ。ねえねえフォルテさん、タクトさん、あの日記をどうするつもりかしら。白紙なんでしょあれ。し、いいからあんたは黙ってなさい。よかったね、ランファ。
私たちも力を尽くした甲斐がありましたわね。ランファさん、嬉しそうです。ああ、幸せ者だよ、二人とも。エルシオール、ドライブアウトしました。あら、もうそんな時間ですの？緊急警報、緊急警報。前方にエオニア軍艦隊を確認。総員、直ちに第一戦闘配備。おやまあ、泣かせるシーンだってのに野暮な敵さんだね。タクト、聞こえるか？すぐブリッジに来てくれ。任せといて。今の私はバリバリ絶好調よ。見ていて、マイダーリン。Thank you.